はい皆さんこんにちはチームハロンズクローカーですオーストラリアドレーのテクニカル分析を3分で解説します本日終章ということで週刊見通しとなりますまずは結論からはい週足ボリンジャーバンド一目均衡表トレンドレス状態ストキャスティックス開始グなりが点灯しておりますが形状的にあまり強い形状をしておりませんそういうことで週足ベースはトレンドレスの中方向感のないレンジ内での動きと いうことです続きまして冷やしですモリンジャーバンド一目金コフトレンドですのが強い売りバイアス発生ストキャスティックスは強い売りシグナルが点灯ということで冷やしベースは難調な展開を予想しておりますそれではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します はい、週足ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い点線21周移動平均線真横を向いております週足ボリンジャーバンドはトレンドレス状態ということです週足シストキャスティックス回シグナルが点灯しておりますがパーセント D パーセントスローー、ほぼ真横ということで回シグナルの精度としてはあまり高くないと考えておりますはい、週足一目均衡表です形状から言うとトレンドレスということです、はい、こちら冷やしのボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い点線21日移動平均線真横を向いておりますその中ローソク足だと言いますとマイナス 通信ライン下抜けトライ中ということで冷やしのボリンジャーバンドはトレンドレスの中強い売りバイアス発生さらに冷やしのストキャスティックスも強い売りシグナルが点灯中ということです。 はい、こちら、冷やしの一目均衡表、ローソク足直部の位置関係からトレンドは出ておりません。そんな中、短期仕様の赤いラインの電化線、中長期仕様の青いラインの基準線、直近の動きを示す紫のラインの地高線、3本とも鋭角に開くということで、現在強い売りバイアスが発生しております。冷やしの一目均衡表、トレンドは出ておりませんが、強い売りバイアスが発生しているということです。はい、それでは、 今週のサポートレジスタンスをご紹介したいと思いますまずはサポートラインですサポートラインは90円ちょうどレベル90円ちょうどレベルと考えておりますはい、続きましてレジスタンスラインです94円ちょうどレベル94円ちょうどレベルと考えております はい、今週の予想オレンジ、90円ちょうどレベルから94円ちょうどレベルということです。ポイント、売り場やア強し、上値おもしということで、はい、週足ボリンジャーバンド一目金公表トレンドは出ておりません。冷やしのボリンジャーバンド一目金公表もトレンドは出ておりませんが、強い売りバイアス発生、さらに冷やしのストキャスティックスですね、現在かなり強い売りシグナルが点灯中ということです。はい、そういうことで、オーストラリアドル円、今週、上値の重い展開と。 考えておりますチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします本日は以上となります